ていよ昔もていよ今でもていよ未来もていよディスんじゃねえよ泣けんじゃねえよ気にしちゃねえよ女とにゃーおてよてよていよ昔もていよ今でもていよ未来もていよディスんじゃねえよ泣けんじゃねえよ気にしちゃねえよ女とにゃーお毎日やりまくり毎日行きまくり行きまくり行きまくるぞ表参道行くぞちょっと白い目もありましたけど、ありがとうございました。またここら辺にもしかしたら夜中ナンパしてるかもしれませんが、そこは見なかったことで、まあこうやって冗談を言ってますが、ちょっと皆さん本当に応援くれてて、見てくれて、まあ1分でも、ね、止まってくれた方本当にありがとうございました。またゆり子が俺か、ゆり子が俺か、まあそのくらい、まあ、若いのでちょっと最初は負け気だったんですが、やっぱ写真撮ってくれるってやっぱなかなかないじゃないですか。なのでちょっとこれを元気をもらって、ちょっと本当に考え方が変わりました。本当に売名だけじゃない、名前が売れればいいと思ってたけど、本当に今はゆり子か俺か、本当に負けるってみんな言ってるけど、若者の力本当にみんな貸してください。やっぱ逆転ホームランは狙いたい。知識もないけど、まあ気持ちは負けたくない、まあそういう気持ちで残りの7日間で、7月4日最終日ですね、7月5日の最後の日、銀座で6時から、まあ、いろんなゲスト呼んで、まあ名前が有名な人も呼ぼうかなと。まあでもコンプライアンスに引っかかったって言われた人もいますけど、まあ派手に面白く、時には真面目に気持ちを込めて、7月4日6時から8時まで水着の女も用意します。なんで興味がなくてもおじさん来るから、まあそういう人は別にほっといてもいいし、でもこうやって来てくれる人っていうのは覚えてるし、ちょっと7月4日本当話はうまくまとまりませんが、ぜひ来れる人は来れますか。本当はね、ヘリコプター借りようと思ったんですけど、銀座までちょっと降りれるけど、違うビルに降りて、そこから歩いてくるっていうから、まあ50万ぐらいしたんですけど、ヘリコプターでね、まあちょっとそれ場所が場所だから降ろせないと。まあちょっとド派手な演出も大事じゃないですか、真面目にね。絶対スーツが着ませんし、七三分けにすればいいわけでもない。なのでしつこくなるようですが、7月4日6時銀座 G6 分かりますか、銀座6、そこの前で10代の頃思い出して、ド派手に真面目に楽しく、人に迷惑かけず歌って踊って、それで締めたいと思います。
なので、ぜひまたよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。ちょっと誰か写真でも撮りましょう。